すいません、ありがとうございます、はい、いただきます。よいしょ、いいよ、すごくない？もう画面がまた幸せなことになってるよ。で今回はね、横浜にあるね、中華担々麺金家六角橋店さんにお邪魔してます。ちょうどね、裏がね、大学があってね、そういうね、学生さんとかも多く利用されてるお店なんやけど、すいません、このお店を知ったきっかけがインスタなんやけど、見てこの、もう美味しいものしかいなくて、手も興奮しちゃうこの画面ね。今回ね、ちょっと私が気になったメニューをいろいろいただいたいんやけど、もちろん本当に頼みきれてないぐらいすごい、お腹に余裕があったらちょっと他にも食べたいなぐらいなんやけど、美味しくいただいていきたいと思います。ちなみにあの、このお店のインスタのアカウント本当に飯テロ映像しかないから、ぜひ見てみてって感じで、美味しくいただいていきましょう。すいませんね、全部白く、じゃあラーメンからいく。ちなみにこのラーメンはね、期間限定で出てた野菜もりもりやったやつなんやけど、ね、私がね、すごく無理を言ってるって作っていただいたぐらいのレベルやから、普段ね、こんなね、もちゃもちゃしてない。めちゃくちゃ美味しそう。めちゃくちゃ美味しそう。いい色だね。ちなみにこれは大辛です。辛さレベルが。待って、めっちゃ美味しい。うん、私基準大辛で、すごくいいピリ辛。めっちゃ美味しい。これね、ちょっとこっち気になるよね。でも唐辛子の大きさがなんかちょっとおかしいもんな、ここから。チャーシューからいきましょう。すごくね、チャーシューの大きさがまたおかしいものね。これご飯、ご飯大盛りだからね、これ。すごくね。柔らか。チャーシューめちゃくちゃ美味しい。このタイプって結構、なんだろう、お肉そこまで味付けされてないタイプが多かったりするよね。めっちゃしっかり味付いてる。お店に来おへん理由がわからんぐらい本当に美味しいんやけど、まだここしか食べてない。この旨味とあとこの野菜の甘みがめっちゃ出てるの。とめっちゃニンニク効いてる。こっちにもお肉入ってる。まずはこの野菜炒めから。
ホロホロすぎてすぐ飲み込めちゃうんやけど、それを我慢してずっと噛んでるとお肉の旨味とかがどんどん出てくるんよ。地獄ラーメン本当に食べたいんだけど、口が痛くなるとかそういう辛さじゃない、痛覚の手前の辛み。大盛りとかじゃないからね、めちゃくちゃ美味しそう。美味しそうだ。口に入れた時の風味が美味しすぎてちょっと噛むのが怖くなるぐらい。連れてきたいみんなを。とろっとろなんだけど焼いてる麺もあるからちょっとカリカリもしてるな。お肉食べてなかった。冗談なしに美味しすぎる。いい感じのね、しっとりしてるんよこのチャーハンが。どっちも好きやけど、パラパラもしっとりも。どっちかというとしっとりのが好きだったりするんで。シンプルにこの野菜炒めがまたすごく美味しい。辛いの苦手な方でもほんのり辛いとかもできるし、あと一切辛くない醤油ラーメンとかもあるんで、本当に来てほしい、みんなに知ってほしいこの美味しさを。でもあんまり知られすぎると本当に撮影できない、これ混んじゃいそうな可能性もある。もし私が金沢大学の学生さんだったら絶対ここでバイトする。辛い、これはね、飲めるとこのオムライス。
が失敗だって結構最初のね。玉ねぎとかのチャーシューがめっちゃ入ってるのか。スーパーとマカロニサラダも入ってる。うん、いいね、この夢が詰まってる。トロトロすぎるし、味も完璧すぎるし、ちょっと面白くなってきたもん。担々麺のトッピングだけでもさ、めちゃくちゃ種類あるよ。チーズとかも乗せれたりするし、青唐辛子とかね、ネギニラとか、玉ねぎとか、もやしコーンとか、これは楽しみまくっちゃうな。
生姜焼き定食今回頼みましていただいたから、ついてきた。キムチ。うん。でも調子。ここにトロトロのやつ。食のまま私ぐらいから本当に辛いんじゃないかな。めっちゃ美味しかった